頭骨炎炭骨折は手首の骨折とも言われており、手首に近い頭骨が骨折した状態のことである。症状は手首の痛み、あざ、急速な腫れが上げられる。さらに手首の変形が見られることもある。また、頭骨とともに、尺骨も骨折していることがある。若い人が頭骨炎炭骨折する、よくある原因は、スポーツや、 交通事故による場合がほとんどである。高齢者の最も一般的な原因は、転倒時に手をつく行為によるものである。頭骨炎位端骨折には特定の種類があり、それらは、コーレル骨折、スミス骨折、バートン骨折、ショーファー骨折である。診断は、一般的に症状の診察と X 線により、確認される。治療は6週間のギプスの装着、または手術である。 接着面が割れており、断面が合わない場合や、頭骨が短い場合、または、頭骨の接合面が10%以上後方に傾いている場合は、一般的に手術が必要である。ギプスの装着で治療をしている人は、治療から3週間以内に再度 X 線にて、正常な位置で回復しているか、経過確認することが勧められる。頭骨遠位端骨折骨折は、 一般的な骨折である。25%から50%の骨折は、頭骨炎異端骨折である。一般的に若い男性と高齢の女性に最も見られる。完治するまでに1年間、または2年間かかることがある。頭骨炎異端骨折で見られる、初見性腹不良フォーク上変形外固定期間は、4から6週とされる。ありがとうございます。